の機会均等を求め、高校授業料の無償化に踏み切りました。そして高等教育の無償化についても国際条約に調印をしたのはそもそも民主党政権下であります。このような争点隠しが今横行しております。ぜひとも賢明な判断を皆様方にはお願いしたいと思います。いや本当の意味で全く理不尽な衆議院選挙になりました。私レゴ千葉も私どもしっかりと野田佳子候補を支えて重点候補にいたしております。弁護千葉としてはありがとうございます。なんとしてもこの選挙は理不尽な選挙から真っ当な選挙にするために、私ども連合千葉もしっかりと野田さんをはじめ連合千葉が推薦する野田さん含めて9名の候補、政党は違いますが無所属の野田さん、あと2つの政党連合千葉もしっかり応援していくつもりでおります。つまりこの政党本位の選挙制度を確立をし、政策によって選挙を争うという状況になったわけでありますので、無所属の立候補を予定をしてない選挙制度ということになります。だからポスターも貼れない、だから政見放送もない、こういう制度なんです。なんで無所属だと出られないのかなとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、その制度自体がそうなってしまっています。今安倍一強政治体制の中において何が必要なのか、国会できっちり論戦をするということがとても大事なことであります。北朝鮮からの脅威を何とかしよう、反対する人は誰もいません。子どものために投資を増やしていこうじゃないか、少子高齢化社会を支えていくのは子どもたちなんだから、誰も反対をしません。だからその裏に潜む、じゃあ財源をどうしていくんだ、あるいは日本国憲法と安全保障法制との兼ね合いをどうしていくんだ、こういうことを国会で議論をすることによって、代表質問をすることによって、予算委員会を開催することによって、党首討論をやることによって、国民の皆様に論点を明らかにして衆議院を解散するなら分かります。この安倍政治に政界のドスンパンチを食らわすという言葉はきついですけども放っていただく、その先頭に私は野田前総理、何が何でもまた先頭に立っていただきたい、そのことを皆様にお願いを申し上げます。実は28日衆議院は開いてすぐ解散されました。参議院は実はその2時間前に国会が開かれておりまして、私その時間差を使って質問主意書というものを安倍内閣に出しました。今日インターネットで公表されています。28日に臨時国会を解散しなければいけない、その理由、28日でなければならない、そして10月の27日の選挙でなければならない、たった1週間でも3日でも臨時国会の要求、森友改革への審議ができない、その理由を述べてください。そうした質問主意書を出しました。全く何の答えもしていません。25日の安倍総理が行った会見、国難突破解散、その国難のへりくつが書いてあるだけです。皆さん、安倍総理の存在そのものが国の災い、国難ではないでしょうか。日本新党から最初の国政選挙の時には影武者も務めさせていただきました。105票で涙を飲んだ新進党の選挙の時も、おそばで、と野田さんに選挙を得ました。私が民主党の衆議院議員になってからは、共に同志として政権交代を目指して汗をかいてまいりました。いわば40年代の盟友であり同志であります。その野田さんが今回無所属で立つという大変厳しい選択をされた、背水の陣ならぬ水中の陣であるという不退転の決意でこの選挙に臨んでいるということで、もう人も盾も止まらずに浜松からやってまいりました。そういう思いで、主だった選挙区を回ってまいりまして、ようやく津田沼にたどり着いたところでございます。ということで明日は新潟に行きますなどなど、先ほど斉藤さんが半分ぐらいはいないんじゃないかって言いましたけども、ほとんどいません。いやこれはほんとまずいことになったなと
無所属はさっき申し上げた通りいろいろハンディがありますから、最大のハンディは重複立候補がないということですよね。政党公認の候補は惜しくも負けても比例復活する、ゾンビのように復活することができるんですが、私は一票差で負けても負けは負けでありますので落選をします。内閣総理大臣負けたらもう政治生命ありません。二度と挑戦することはないと思いますので、私ももちろん勝たなければいけないんですけども、でも一人だけ勝っても意味がないんですよ。今回はやっぱり安倍さんに引導を渡すための私は戦いだと思うんです。まあ無所属に至った経緯はもうごちゃごちゃ言いません。もう無所属ですから、逆に言うとですね、原点に立ち返ったつもりであります。初めてこの津波北口の街頭に立ったのが昭和61年ですから、1986年の10月1日にこの街頭に立ちました。その時一人だったんですね。手書きののぼりを持って、自分で一人で立つようになりました。その後弟の武彦であるとかボランティアの皆さんによってだんだん人数は増えてまいりましたけども、まあ、31年間にわたりまして津田沼北口の街頭はずっと毎週月曜日活動を続けてまいりました。25年間財務大臣になるまでは私もマイクを持ったりあるいはビラを配ったりの活動をしましたが、財務大臣以降はですね警備をつけていただくような状況になりましたので、私が毎朝立つということはできなくなりました分、地方議員団の皆さんやボランティアの皆さんに私の瓦版、これは私が書いてるものですから人に書いてもらってるものではありません、これを毎週お配りをするという活動を続けてまいりました。ある一つは少子高齢化の問題です。確かに子供たちが減っていく、すなわち働く人が減っていく、税金を納める人がどんどん少なくなっていくんです。一方で高齢化、人生の先輩がどんどん増えると医療や年金や介護、税金によってさまざまなサービスをしていかなければなりませんね。サービスを受ける人は増えるけれども、税金を納める人がどんどん少なくなっていくんだったら社会保障が長続きするわけがないんですよ。そんなことは前から分かっていたじゃありませんか。だから私は先ほど鈴木市長が指摘をしていただいたように、社会保障と税の一体改革を、これを当時の民主党と自民党と公明党が合意をして約束をして法律を作りました。これに基づいて医療や年金や介護、まだ不安を持っていらっしゃる方がたくさんいますが、安定をさせること、子育ての支援はもっともっとやっていかなければなりませんですね。こういう問題にはお金がかかるんです。ただではできません。赤字国債で賄えばいいなんていうのは無責任ですね。だからみんなでお互い困った時、弱った時の社会保障ですから、みんなで支え合っていこうということで消費税を当てることにしました。最大の眼目は消費税を清掃の具にしないということだったんですよ。でも2014年の総選挙は消費税を先送りしてもいいですかということを総選挙にする、今回も消費税の使い道のことを言う。私は安倍総理という人は社会保障と税の一体改革の精神が全く分かっていない人だと思っています。および財政破綻の道に私は進んでいくのではないかという強い懸念を持っています。それが本当の国難です。誰もが経験をしたことのない未曾有な国難が起こるかもしれない。その時に金融の出口を見つけ、財政の健全化をしっかり図り、財政規律を守る国として国民を守ることが私の一番のこれからの大事な仕事だと思っています。